宇どの村は、かつて、三重県南室郡にあった村。三重県最南端にあり、東紀州地域に含まれていた。廃止されるまで日本で一番面積の小さい村で、また、日本で一番人口密度の高い村でもあった。大技はなく、障子はあったものの行政地名ではなかったため、住所の表記では、村名の次に地盤が来た。熊野川の河口に位置し、熊野川を挟んで、 和歌山県新宮市と接する小さな村で同市のベッドタウンであり、紀州生死の工場が損益の1割ほどをも占める企業城下町であった。2006年1月10日に気宝町と合併し、気宝町うどのとなった。合併後、うどの村役場の庁舎は気宝町役場の庁舎として利用されている。三重県最南端、熊野川の河口に位置する。 村の面積は小さく川口近くのわずかな部分を占めるのみである。奇襲静止の製止工場により栄えていた。製止工場に隣り合う形で、宇どの港がある。また面積が日本一小さな村で有名となり、記念観光で訪れる人も多かった。うどの駅急村域を東海旅客鉄道の帰省本線が走り、宇どの駅が置かれている。宇どの駅から、 修正紙工場まで専用線が伸びているありがとうございます